もこんな状態なんですけど、皆さん今日も来てくださってありがとうございます。ちょっと思った時間に起きれず、髪もちょっとボサボサで、顔もちょっとほとんどすっぴんなんですけど、ちょっとなんとかライトのおかげでごまかしながらやっております。予定よりですね、10時か10時半からやるとか言いながら、結局10時半のよりの10時18分になってしまいました。すみません。やっぱりハサミ持ってくの忘れちゃった。あった。すみません。ちょっとこんな調子なんですけど、今日まず朝の枠としてですね、12時手前、11時50分、45分ぐらいまでできたらなと思ってます。パジャマではないです。一応斉藤真希子さんと同じ服なんで。わかりますかね？これ。この袖見たらわかるかな。でも一応私の方が2日前か早く買ってるので、それパクリとかではないんですけど、ちょっと一緒ってことをまだオーディション応募する前にインスタグラムで見て知って、ちょっと着てみました。今日一日これでいこうかなって思ってます。ちょっとフードはどうだろう、昼の部とか髪の毛あれだったら信じてない私が通報されるってパターンですね今度はちょっと皆さんありがとうございます。もうこんなね時間から皆さん本当にすいません。私もちょっと目を覚ましながら頑張っていきたいと思います。今日も一日お願いします。ちょっと読んできますね。間違えた、やばい、初っ端からまた通報するのちゃう。皆さん、STU48 さん、プーん見なかった、プーイチさん、おはよう。あ、はじめましての方、はじめまして。まず最初、そう、自己紹介しますね、忘れちゃった。じゃじゃん、SK48 9期生候補のエントリーナンバー7番の7です。年齢は20歳で、あと数ヶ月で21歳になります。早生まれの大学3年生です。身長は151センチです。神奈川県出身で、父が松井玲奈さんと同じ豊橋市出身です。今日もこんな朝早くから見てくださって皆さんありがとうございます。よろしければこんな、ちょっと不審者ではないですけど、こんなね、ほぼすっぴんで、こんな髪も隠しててあれなんですけど、よろしければ今日たくさんやるので少しでも多く見てくださったら嬉しいです。お願いします。でですね、もしよろしければ、もちろんもうすでにフォローしてくださったり、コメントをくださったり、推薦コメント書いてくださったり、あと SNS で拡散してくださったりね、お星いっぱい今も投げてくださってると思うんですけど、もしまだだよって方はじゃじゃん、こちらですね、まずルームのフォローとこちらのコメントももちろんなんですけど、推薦コメントですね、ショールームの推薦コメントを書いていただきますと、唯一私が今 SNS をやってないので、自分の方からもう自分のタイミングでもうシュッシュッって更新して、逐一というか随時皆さんの推薦コメントあるかなって確認してスクショしてるので、スクショして何回も見て、暗記力はあんまりないんですけど、反復することで覚えたいなって思っているので、よろしければ推薦コメントちょっと手間暇かかると思うんですけど、よろしければお願いします。あとお星様とか今もたくさん投げてもらってるんですけど、もし協力していただけたら本当に嬉しいです。あとハッシュタグをつけての拡散ですね、昨日も配信をってから何人かの方が拡散してくださってたみたいで本当に嬉しかったです。あれですね、ハッシュタグは今日はちょっと時数の関係でラッキーセブンじゃなくてこの通本7の方を書いたんですけどこれですね、こちらもよろしければ、じゃじゃん、ラッキーセブンの7もよろしければお願いします。今日のこの格好的にも、今日は通報の7って感じですね、私が通報される側みたいな感じで、こんな感じで今日もね、マイペースに自分らしく配信できたらなって思ってますし、皆さんとまたね、いつも来てくださってる方ももちろんなんですけど、先ほどもね、いらっしゃった、なんだっけ、見えなかった、ゆうゆうじじんさんだっけ、ちょっと、すみません、あ、プーイジさん、プーイジさん合ってるかな、みたいな初見の方にも楽しめるようなね配信にしたいなって思ってるので、皆さん仲良く平和に、楽しんで、今日も、土曜で長いんですけどね、皆さん仕事とかね、握手会とかいろいろ無理せず自分の予定優先しながら、もし空いてる時間が私とのね配信時間と合えば来てくれたらななんて思ったりもしてます。今日も、朝の部、そして午後の部、夜の部、皆さんよろしければ空いてる時間にお願いします。ひろのさん、パジャマ一応パジャマではないですねちょっとカジュアル系なくですね、斉藤真希子さん多分インスタに載せてると思うんですけど、その後に多分その頃に
多分あれですね、オーディション出したぐらいですね。勝利バカさんおはようございます。あ、バカさん昨日あれ推薦コメント書いてくださいましたね、ありがとうございます、嬉しかったです。あ、はじめまして、他のなんて書いたんだ、うーん、坂はパンダさん、ちょっとやばいね、初回はじめましてなのにこんな格好でこんな方をすっぴんで、ちょっとすいませんってか、私がちょっともっと頑張りたかったんですけど。埼玉さん今日も可愛いなのちゃん、こんにちは。あ、埼玉さんもね、いつもありがとうございます。昨日もタカリンさんもおはようございます、推薦コメントもありがとうございました。アクスさんも、あ、アクスさんもありがとうございました、おはようございます。マサさんも、もうみんな書いてくれるですありがとうございます。トシちゃん、カンゲさん、おはようございます。ジュルヌさん、暑いじゃん、いや暑くないですね、さちょっと寒いぐらいでヒーター入れてます。あ、ゆあゆさん、おはよう、ななちゃん、おはようございます。しょうげさん、おはようございます。やさん、いきなりちょっと朝から眠くてたのが、もうしょっぱなから やっちゃいましたね。あ、やってないです、海水で。丸ぼこさん、結構背が小さいんだね、豊橋から見てるよ。そうなんです、結構背が小さくて、もう親が、母親が同じぐらいの、妹は10センチぐらい私より高いんですけど、なんですかね、中学受験してたので多分成長期にあんまり寝てないかもしれないです。あとあれですね、中学時代は AKB のオールナイトニッポンとか深夜聞きながらだったので、結構なんだ、夜に強くなっちゃって、であと高校受験がなかったので夜更かしして勉強しなくても、まあうんって感じだったんですね。まあ今更反省しても遅いので、この身長で頑張っていきたいと思います。じゃじゃん、どうかな、まあまあまあ、いつか落ちると思うんですけど、いつも通りこれも伝統芸ですね。はい、いきます。あ、豊橋、そうそう、豊橋から見てるって多分言ってなかったですよね。ありがとうございます。私のおじいちゃんおばあちゃんも今も豊橋にいるのでまた駅ですれ違ってるかもしれません。岡田直樹さん、おはよう。どうだろう、うーん、これでもダメかな。あ、よかった、ごめんなさい、本当にごめんなさい、皆さん申し訳ない。ちょっともう一回テロップ変えますね。充電は余裕なんですけど、なんか多分私が変なとこ多分押しちゃったのかな。なんか英語でアンダースタンドエラーって来ちゃいました、通報されたの。やばい、私がちょっとこの格好だからですかね、すみません。じゃあ見えてないのかな、私ドアラの絵ちょっと見せてたんですけど配信できてなかったってことかな。一人で恥ずかしいですね、なんか誰も見てなかったのに、じゃあじゃんとか言ってドアラ描いたんですけどとか言ってもう恥ずかしい。ああ、タカリンさんもありがとうございます。翔月さんお帰りなさい、ありがとうございます。皆さん、くんたさんもやすさんもノンコネメさんとも翔月さんも、皆さんなんかおなじみのメンバーって感じでありがとうございます。本当にいつものメンバーですね。岡田直さんもおはようございます、ありがとうございます。本当にまたちょっとでもね、まあ11時今日10時か10時半からやるって言ったのちょうどね10時31分で、まあもうまああのいい感じですね、きっと全然良くないんですけど、まあまあ、そういう失敗もあるのが私なんで切り替えていきたいと思います。本当に皆さんごめんなさいね、本当に本当にごめんなさい、また来てくださってありがとう、本当ごめんなさいすぎて、もうごめんなさま、ごめんなさい、本当にごめんねさまって感じです。焦りましたよ、本当に焦りました。一人でだってこうやってじゃあじゃあドアラの絵昨日の描きました、じゃああれあれ真っ暗、もうみんな絵なんか反応ないけど、よっぽど私のドアラ下手だったのかなみたいな、なんか画伯すぎてちょっと衝撃だったのかなと思っちゃう。あ、そう、ドアラ見せますね。ヤさん、行きます。どうですかね、映ってるかな、ちゃんとなんかな、ちょっとナナっていうなんかサインみたいな、ちょっと芸能人ぶって書いてみました。どうでしょうか。どうでしょう、これ一応一発で書いたんですけど。まあまあですかね。まあまあ。ちょっと味がある感じで。決してまあ美術は得意ではないんですけど、まあ、もう一発で書けましたね。いかがでしょうか、多分模写とかの方がまだマシというかうまいかもしれないですね。自分でなんか何も見てないところで描けって言われるより、何かをなんか隣で見ながら描いた方がいけると思います。あんまりその美術は得意分野じゃないんですけどって感じですね。でもドアラさん面白いですよね、その父が中日ファンなので、なんかドアラさんでいいのかな、呼び方
ドアラさん結構意外となんか人間っぽくていろいろ身体能力高くてびっくりしました。なんかアクロバティックみたいないろんな動画あるんですねって思いましたね。あ、皆さんなんか褒めてくれてるありがとうございます。ブルーローズさん初見です、おはようございます。あー嘘ついてる、こうやって私を試そうとしてるんですね。もうやめてください、本当に記憶力ないんで。そういうちょっとまだ1回か2回ぐらいの方だと覚えられてない場合があるので、初見ですって言われたらじゃあ自己紹介しますじゃじゃんとかやっちゃうんでやめてください。本当にもうみんなで試し始めてきてるな私のこと。ちょっと優しく温かくお願いしますね。はくりゆびさん、あ、漢字からひらがなに変えて、おはようございます、おはようございます。たかりさん焦った、もうめっちゃ焦りました。油そばさん、あ、おはようございます。じゃ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 、あ、みんなうまい、うますぎ、似てる、うまいうまいやうまい。お、これはドアラにななちゃんが見つかってしまう。普通にかけドアラにさん。ドアラさん、まあ私よりはね芸歴が長いので。こんな感じでやっておりますけど、篠田さん今日はゲゲゲの鬼太郎のネズミ男スタイルですね。あ、確かに確かに、もうちょっとなんかなんだろう、もっとこうやって縛った方がいいのかな、わかんないけど、なんかライトが眩しい。チュチュチュ、じゃあなんかなんだろうな、あ、そうだ、私になんかちょっと似てるって言ってくださった元 SKE48 の中村ゆかさん、ゆうかさん、中村くんさんって呼ばれてるんですかね、くんさんみたいな方調べました。今日は画質がゆじゃないね。今日は大丈夫だと思うんですけど、ちょっと明日不安ですね、今日いっぱいやったら。あ、そう、調べて、なんか大学生の方なんですね、多分私と同級生とかで、で南山大学でしたっけ、いろいろ調べたんですけど、なんかいろいろやられてる方でびっくりしました。なんとか賞とか、これこそなんかまさにちょっと不審者ですね。ちょっと緩めにしてます。あとピオスの扱いさん、あのピオスさん、鈴木理香さんも調べました。あ、間違えてますか、ゆめちピオスさん、意外となんか私よりなんか若い、一見顔見た時は私よりちょっと若いのかなとか同じぐらいかなと思ったんですけど、2歳か3歳ぐらい上でびっくりしました。すごい幼く見えますね。あ、さっき私を騙そうとしたブルーロードさん、声の調子は大丈夫ですか、どうですかね、皆さん声聞いた感じどうですかね、昨日と変わりありますか。私自身は別に、なんか普段から多分たくさん話してるからか、これぐらいじゃ多分喉枯れないですね、昨日ぐらいじゃ。今日とか今ここ手元にも水持ってきてないぐらいなんですね。多分宝くじのアルバイトとか、あといろいろアルバイトでずっと接客だったので、結構そのなんだろう、そんな室内とかじゃないとかでも声出したりしてたので、なんか体勢ついたのかななんて思ったりもしますけど、どうなんでしょうか、大丈夫かな声は。多分寝れば大丈夫なんですね、本当にやばかったら喉飴舐めたり、あとマスクして寝るので、それで復活するタイプかなって思ってます。たかりさん、ピアス後輩にいじられまくりなの、なんかそういう感じ見えなかったんですよね。え、なんか そういうあれなんですかね、そういう、 もう性格がって感じなんですかね、調べただけでは分からないところがまだあるのかな。いや、もし実際お会いできたら、私もそうですね、後輩としていじれるぐらい仲が良くなれたらいいなって思ってます。はい、コマリンさん、回線は調子悪いから一回ドローンさん、またすぐに待って、あ、いつでも待ってます、ありがとうございます。あと、なんだっけ、あとあれも、あの前回にあの話題になった、あのドラゴンズの7番の方、ネオさん、ネオアキラさん、そのなんだっけ、言ってくださった方は来てくださってるかな、ちょっと2日前なんで、どなたかが言ってくださったかをちょっと忘れちゃったんですけど、メモし忘れて、ネオさんも調べました。なんか私より2歳年下ですかね、岐阜県出身の方で、でなんか大阪桐蔭の方なんですね。なんか私の父と母が、あの今年の甲子園行ってて、会場に、あ、大阪桐蔭の試合は多分見たのかな、わかんないんですけど、だからびっくりしました、まさかのあの年下っていう、2歳も年下なんだって思いましたね。 あとお米のあの伊達政夢、なんか今日テレビでやっててびっくりしました、あ、これかって、お米の名前なんですね、知らなかったです。ちょっとまだまだその皆さんから教えてもらって調べようって思ってたこと
ちょっと全部はまだちょっと時間があれで調べきれてはないんですけど、ちゃんとメモしてるので徐々に徐々にちょっと皆さんの知識で学ばせていただきながら、まあ、この配信も楽しんでいけたらなと思っております。ブルーローズさん時間長いからゆっくり行くね。そうですね、もう今日はたっぷりあるんで。香港の夢さん今年のドラフト1位。あ、そうなんですね。あ、でも書いてあったかな、なんかちょっとあんまり詳しくなくて、その本当にプロフィールな情報しか分かんなかったかもしれないです。177cm 合ってるかな、確かなんか 7だったなみたいなイメージでした。なんか私がとりあえずちっちゃい方なので、もうみんな高く見えるんですね、170以上とかだと。だから180でも170でもどっちも高いよみたいな気持ちなので、ちょっと身長はもうみんなとりあえず高いなってイメージですね。高梨さん、ラジオ番組の 1+1 シリーズの動画見た。あれは昔から言ってますよね。多分私があの中学生のぐらいの時から YouTube とかに上がってましたよね。なんか 1+1 のそのなんかなんだろうな、YouTube で上がってるそのラジオの終わったとかな、始まる前のかなとかの感想動画みたいな感じですよね、見たことあります。でもその東海地方でやってるその例えば須田さんが出てらっしゃるワイドショーのどうですかとかはやっぱりなかなか見れないので、うん、オンエア見たいなって気持ちもあるんですけど、あとラジオとかもなかなか、そうですね、こっちの関東でもなんかやってくれたらって感じなんですけど、だからそうですね、その辺はちょっと愛知とか東海に住んでるメンバーに比べたらちょっと知識薄いかもしれないです。阿久津さん、ヤオくんは中学生の時から注目されて、そうなんです。じゃあもうなんかあれですごいんですね、本当にもうなんだろう、エリートみたいな感じなんです。すごい、そんな方に対してなんかあんまり知らないんですけどとか言って、でももう私は覚えました、ラッキーセブンでね、あ、同じだよね多分。そうそう、背番号ラッキーセブンで一緒だったので、そんな感じでしたね。何の話しようかな、じゃあなんだっけ、あ、じゃあ旅行の話でもしようかな。ソリーナもごちゃ混ぜやって、ソリーナもそれのより持ってみるかな。ごちゃ混ぜってなんだろう、何ごちゃ混ぜみたいな、分かんない、分かんない、すいません、ちょっと皆さんちょっとご共有いただければ嬉しいです、すみません。またのんこの夢さんこんなくれた、あ、ありがとうございます。なんかハートがいっぱい、ハートが点点点12345、あれもういっぱいすぎちゃった、こうやって上にやったら数えたか分からなくなっちゃう、12345678910か、ちょっとうまくこれでやった時に数えミスがあるかもしれないんですけど、いっぱいありがとうございます、本当にハートありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、頑張ります本当に。はあ、本当になんかね、昨日からすごいいっぱいそのスペシャルギフトですかくださる方いて、本当にもう全然来てくださるだけでも嬉しいのに、もうお星様だけでも嬉しいのに、あ、またなんか斜めってますね、本当に皆さんありがとうございます。でも皆さん本当無理しないでくださいね、本当にお願いしますね、そこは楽しく終わらせたいので。おもさん、子供の散歩から帰ってきました。あ、おもさんありがとうございます、いつも来てくださって。子供の散歩、あ、いや、お子さん、あ、そうか、お子さんいらっしゃるって言ってたのかな、他の人と混ざってるかもしれない。サリナもごちゃ混ぜやって、ごちゃ混ぜってなんだ、さっきのであっても違うよね。ごちゃ混ぜじゃない。ブルルーさん、血液型は血液型大型です。なんかそんなもういっぱいいるような大型で、正月で喉を潤しながら配信してね、仕事で離脱します。はい、仕事頑張ってください。あの昼も夜もやってるので、午後もまたお時間合う時に来ていただけたらと思います。
ごちゃ混ぜラジオ番組、ああ知ってます、聞いたことあった、ただラジオ多分聞いたことないんですね、その東海の方だから。ええ、じゃあサリナさんと私がってことですか、メンバーになったらみたいな、何それ、何それとかなんかもう夢の夢みたいな感じですね。え、極楽の加藤さんってあれですよね、スッキリの、あ、これのスッキリスッキリスッキリのやつですか。ええ、ちょっと待って、すいません、知らない、あんまりすいません、詳しくなくてすいません。なんかね、そんなラジオ、うん、できたらいいなと思いますけどあれです、ね、皆さんいろいろ教えてくださってありがとうございます。プーさん朝早いのお疲れ様です、ありがとうございます。皆さんも来てくださって、ちょっと朝でちょっといろいろ間に合わず、髪とかボサボサでこんな隠したり、ちょっとメイクもほぼすっぴんでやらせてもらってるんですけど、ちょっとごめんなさい、その辺はちょっと多めに皆さんのね、心のね、あの優しさで、あのもうちょっとうまくフィルターで加工してもらえたらって思ってますお願いします。あ、そうです、ヤポさんですね、プーさんはヤポで、ヤポヤポタウさん、仕事の後輩の子にそっくり、あ、本当ですか、でもよくいる顔なのかなでも結構言われるんですよね、なんか知り合い、昨日か一昨日かな、なんかどっかで見た気がするとか言われて、もう本当に知り合いなのかわからないんですけど、まあ、でも私今ね仕事やってないのであれなんですね、どうだろう、でも結構人によって違いますね、顔の輪郭が似てる、知り合い似てるとか、目元が似てるとか、なんだろう、この私は結構鼻のところがすごい、骨がなんかここがすっごい出てて、ここですね、なんか彫りだかなんかよくわかんないんですけど、ここの骨のなんかラインが似てるとか言われたりしますね。ブルードさん、 B 型かと思ったわ、 B に見えますかどうなの、でも結構 O っぽいねって言われることも多いんですけどね、まあ、A とか AB はあんまり言われないかもしれない。コマリンさん、聞かん、あ、よかったです、ありがとうございます。タカリさん、もう慣れたか大丈夫またたくさん来てくださってる方はね、タオさん、顔でなくてキャラが似て、ああなるほど、なるほど、そうなんですね、どうなんだろう、珍しいのかわかんない、自分のキャラって結構客観視できなくてね、他人に言われて気づくことが多いので、ちょっと自分じゃ自己判断はしかねるんですけど、でもそうですね、多分 立派なというか大事な後輩さんと私が似てるってことで嬉しい限りです。しみともさん、心のフィルターどうしたら、かなりの美人なの、いやいや、もう本当にお願いします、ちょっといろいろ間に合わなかったんで、ちょっとまた午後夕方にかけて徐々に仕上げて、徐々に仕上げていくタイプなんででも結構大学1年2年とかもそうですね、なんか大学が遠いので、朝一限になるともう寝るのを優先してしまって、とりあえずもうすっぴんでマスクしていって、スキンケアだけしていって、で一限終わったらトイレでちょっとベースメイクだけして、2件終わったらちょっとまたアイメイクだけして、3件終わったらちょっと他も整えてとか、そんな感じやってました。まあ、ちょっとあれですね、ちょっと今のはちょっと幻滅ポイントですね、すいません、あんまり時間配分ができない女みたいな感じで、まあ、でも本当にもう大学とかはもうほぼすっぴんでマスクして行っちゃう癖がもうつきましたね、大学1年の春かな、夏頃にはもうそんな感じでしたダメですね、もっと気合い入れるべきなんでしょうけど。トシちゃん、影さん、免疫に行ったら S か、 なんか免疫すごくないですかね、私個人的にはもう東京駅より難しいんですけど、ちょっと調べますね、 S か、あ、なんか須田さんが総選挙の後とかなんかポスター買ったとこかな、ジュリナさんとか、駅裏なんですね、なんかあの新幹線の駅からどうやってなんか他のとこ行くのかもう難しくて、ね、外行ってるのも怖くて、ちょっとずっと新幹線のあの辺をずっといましたね、あの辺のなんか食べる場所とかお土産屋さんとかも、うん、まあ、本当はもっといろいろ大きい町だと思うのであると思うんですけど、ちょっと難しくて迷ったらどうしようと思って、ちょっと勇気出なくて、Sかですね、ちょっと調べてみます、ありがとうございます。ひろのりさん、ソーダさんごちゃ出てたのは去年、今は鎌田夏樹、あ、鎌田夏樹さんってなんか結構あの将棋の方でしたっけ、違いましたっけ、
でもなんかあれですね、多分頭いい方なんだろうなっていう印象をなんかイメージ持ってたんですけど、去年今はそれでボーチャーは加藤さんのいじりが面白かった。あ、じゃあ私もそうですね、いじっていただけるようにというかま狙うのはまた違うと思うんですけど、そういうなんだろう、 SKE のメンバーとの仕事はもちろんですけど、そういうなんか外部の方とのお仕事もちゃんと立派にこなせるように、ファンの皆さんに楽しんでいただけるような、まあ、メンバーになれたらなと思いますね。まあ、もしメンバーになれたら、はい。プーさん、ダンスしたらかっこいいかも。いや、本当ですか。初めて言われました。でもね、身長がね、なんせこの、あ、押しかけてるるるるる、この斜めね、この150センチなんでね、ちょっと格好つくかなって感じなんですけど。リマンさん、ネズミ男のコスプレですか。いが、いや、い、一応あれですね、これ一緒なんですよ、あのキャプテンの斉藤明子さんと。でもこれ被ってるからかな、あと私がちょっと今すみながら。平野さん、ソータさんとまずとラジオ共演、まず東海ラジオ1打席は2じゃないか、10分間。やっぱそうですよね、レギュラーの大学内のとこで、大学内間違えた、次のやつ、あのグループ内のね、その冠番組で徐々に慣れて、もしもう外に出してもいいぞぐらいになったら、ちょっと外のところもね、行けたらいいなって思ってます。はい、ありがとうございます。銀平さん、通学電車は座れますか。うん、時間によるんですけど、ほとんど座れないですね。はい、3回乗り換えてるんですけど、まあなんか行きはそのいろんな行き方があって、特急とか確定とかいろいろ種類あるじゃないですか。まあ、行きは多分特に1年生2年の1限2限の時はもうなんだろう、座るよりも速さ重視してたので、本当に特急行ってもう全然座れなくても潰されながらも、うん、スマホも開けないぐらい、スマホもこうやって持ってないぐらい混んでます。もう潰されても顔こんなもう上に行く、あの身長が低いので、もうサラリーマンの方の背中とかになるんで、もうずっと上向いてましたねですね。でも帰りは逆に朝早ければ、帰りはちょっと夕方前とか夕方でうまくちょっと座れるかなとか確定にしたらとか、帰りはまあ時間遅くてもいいじゃないですかってやったり、逆に夕方っていうか午後からその出発した時、まあ、遅めの授業の時、4限5限とかの時はまあ座れたり座れなかったりとか、まあでも絶対つり革つかめますね、そういう時は。もう絶対ラッシュの時はもうつかめないんで、つかめなくても大丈夫なぐらい人がいっぱいいるんで倒れないですね。一番困るのはつかめないのにちょっと人と隙間があるともうこんな倒れちゃうんで、ちょっと体幹をね鍛えないとですね。まあでもそうですね、基本は、うん、座れ、行き座れるか帰り座れるかとかですね。須藤さん、はじめまして、はじめまして。通報ノートは、はじめまして、エントリーナンバー7番の7です、151センチの神奈川県出身です。見えるかな、父が愛知県の豊橋市出身で、今20歳の大学3年生ですね。もうちょっとで20、もうちょっとでじゃないよ、数ヶ月後に21歳になります。で、もしよろしければこちらのルームフォローとコメント、今高さんやってもらったと思うんですけど、あれですね、あの推薦コメント書いていただけたら、あの私スクショして覚えたいので、よろしければお願いします。あとお星様、もしよければ投げてくれたら嬉しいです。あとハッシュタグをつけての拡散ですね。その今まさに話を出していただいた通報の7っていうのはこちらですね。あの私がショールームをもう初日の時に初めて、本当人生初で慣れてなさすぎてコメントを読もうとするたびに多分タップしてしまって、毎回通報しそうになってしまって、通報未遂を多分コメントのうちの9割ぐらいを通報未遂してしまって、だんだん徐々にあの日に日に通報未遂の件数、確率は減っているんですけども、まだまだあれなので、ちょっと自分への戒めも込めて通報の7でやらせていただいてます。あともう一つですね、こちらラッキーセブンの7、こちらもやってるのでぜひお願いします。 SNS も今は私自分のアカウントでは見れないんですけど、あの家族のスマホから確認したりするので、もしよろしければ拡散していただけたら嬉しいです。ちょっとこんな時に初見でね、もうごめんなさい、このちょっと髪もボソボソで隠してメイクもほぼすっぴんで、こんな時が初回でちょっと申し訳ないんですけど、まあ、皆さんの優しい心のフィルターでね、可愛くしてもらえたらと思います。やばい、また通報しちゃう。
しみとみさん話聞くと大学が大変そうや。そうですね、でも大変だったのはまあ特に必修とかがある、まあ、1年2年ですとかね。でも今はもう3年の終わりなので、で今3年の夏の時点でも進級見込みの単位数はもう取れてるので、でまた冬もまあそうですね、まあ何個か、まあ何個かというかまあ単位まあ半分以上はね取ったやつの多分、まあ、ほぼ取れると思うので、まあ、もっと取れるように頑張るんですけど、なのでそうですね、で残りがそしたらほぼ少なくなって大学4年を迎えられると思うので多分大丈夫と思います。でもし、うん、なんだろうな、もしメンバーになることができて両立が難しかったら、まあ、一応通うと思うんですけど、うん、1年くらいちょっと、うん、留年しても多分最後まで卒業するかなと思います。一応 4分の3普通の大学生だったので、多分ここまで来たらそうですね、まあ、中学受験もしたのでと思ってますね。はい、本間さん、女性は化粧も洋服も大変だよね、男はそういった状況でもなったと思う、まあ、確かにそうですね、そうですね、まあ、なんとも言えないですよね、こればっかりはいろいろなんだろうな、まあ、男女格差とかいろいろまあいろいろ言われてますけど、まあ、どっちもどっちだと思います。私はどっちも大変だなって思うとこあるし、まあ、だからね、まあ、違う特性がある男女ですから、まあ、支え合って生きてきたらいいのかなって思いますけどね。なんだろうな、なんかフェミニストみたいな、なんだろう、女性がみたいな、大変、なんか大変でこうっていう主張すぎるのもあれだし、なんか男性男尊女卑みたいになるのもあれだし、なんかフラットな立場でいたいですよね。まあ私は別に女性側の人間なので中間にいることはできないですけど、考えとしてはそういう考えを持っていたいなとは思ってます。はい、ミスターブルーさん、ウィンクプリーズウィンク、これでいいか、ちょっと近すぎるかな、こうかな、大丈夫でしょうか。プーさんジュニアにそう、あれかな、あのんジュニアですかね、初めて言われたもうで多分もうこ このか今の格好のおかげですよね。多分身長150センチなんで全然あれなんですけどコモリンさん、声はラジオとか話す研究会、そうナナちゃんの 1+1 とか聞いてみたくなる、嬉しい、ラジオそうなんですよ、もともとそのこの芸能このオーディションに応募する前とか普通に就職活動を考えていく中で、まあ、いろんな協会見てるっていうかちょっと考えながらだったんですけど、まあ、一つは話すお仕事、ラジオとかも興味あったので、そうやって言っただけで嬉しいです、本当にUSK48 ちゃんなんて言われた最後ねあ、ハングルの方が、あ、ハングルは読めないんですけど、でもハングルの自己紹介出ます、ちょっと皆さん片言なんですけど温かく聞いてください。いきます、저는 SK48 エントリーナンバー7SK48 nice member audition entry number 7 저는 나나입니다. 여러분 나를 응원해 주세요. 정말 사랑해요. 너무너무 감사합니다. 괜찮을까나? 단어가 많은 데요. I 아니 아 I 아니. 저는 좋아 다르기. 이치고가 좋습니다. 또 my Hangul my Korean 괜찮아요? 저는 파워 너무너무 있어요. どうだろう、大丈夫かな。でもチュバエリーさんのファンなんですね。私もチュバエリーさん好きです。あのブンバヤですね、ブンバヤ、すごいあれですよね、スタイルいいですよね。ブルーダさん慣れてたらグイグイ行くタイプ、あー、うん、多分行けると思う、多分母がそうなので行けないことはないと思いますね、多分。ブン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 って感じですね。はい、あくさん、そんな可愛い子いたら席譲ら、本当ですか、本当ですか、皆さん、ほん東京の人だからですかね、なんだろう、みんなそんな譲ってくれないね、譲ってくれないっていうか、もうなんかね、怖いですね、やっぱ通勤、特にラッシュの時間の、まあ、もう女性専用車も怖いし、普通の、あれも怖いですね、サラリーマンの方も、みんなもう必死なので、自分のことに、いろいろ押されたりとか、もう潰されたりしますよね。女性の方とか、なんかカバンを下に置きたくないのか、私はもうなんかリュックでももうしょうがないから置くしかないじゃないですか、周りの方に迷惑だから、なんかずっとこうやって持ってこう当たったり、すっごいなんかお腹がこんな筋トレかのように痛かったですね。あと雪の日、なんかあれですよね、今年木枯らしが一回も吹かなかったみたいな、木枯らしは10月の確か中旬かなから11月下旬までにその
吹く風、寒い風かな、北風のことを木枯らしっていうと思うんですけど、多分今年はなんか昨日が11月とかって今日もう12月ですね。わー、もう師走ですね。ディセンバーって感じで、でそうだ、39年ぶり、約39年ぶり、40年ぶりに吹かなかったっぽくって、今年の1月とか2月は雪降らないのかな、どうなんだろうって感じなんですけど、去年雪関東で降ったんですね、東京で。1月の下旬かな、ちょうど試験期間で、どうしてもその出なきゃいけなくって、しかもその夕方の試験だったので帰りが本当にもう大変で、電車が止まるわ動かないわで、みんながいっぱい来る、ちょうど帰宅ラッシュで本当に死にそうでした。本当に座、ちょうど席座れたんですけども、全員もうほぼ立ってる人もが私の膝にののほぼの乗りそうなぐらい混んでて、一回なんかここ私の目的の駅まで行くはずなのが、なんか緊急で雪のせいで途中の駅でもう運行停止になってしまって降りて、でホームはなんかもう本当に人が多すぎて、ホームから人が降りそうなぐらい人がいるのに、雪がもう斜めから、もう斜めなんだよ、顔にこんなかかって、で電車は遅れてて来ないし、もうなんかなんて言うんですかね、もうなんか、東北の人、北海道の人とか金沢とか北陸の人もすごいなと思いました。ちょっと雪はもうなんかゴリゴリでしたね。本当に辛かったですね。だから満員電車私はよく言うの、そうですよね、私も結構あんま慣れてなかったんですね。中高はずっとそのなんだろうな、いわゆる混雑じゃない方、反対方面 の、 その自分の市外の中高に通ってて、乗り換えも1回だったんですけど、すごい絶対座れたので、楽だったんですけど、大学入ってもてか大学 の、 その受験日に初めてそのラッシュの時間帯に乗って、私は一歩遅らそうとしたんですよ。なんか混んでるからこれ乗れないやみたいな感じで、次だなとか言ったら母に、いやどの時間乗っても同じだからとか言われて、早く乗れよとか言って、まあ、衝撃受けましたね。逆に妹はもう中学から混んでる方乗ったので、私が高3の時中3で、なんか妹に案内されながら、ここの号車だよとか言われて、ちょっと頼っていきました。青間さん、特急とか確定とか言ったら何線かぶれちゃうか、あ、そう、そうなんですかね。あ、でもありがとうございます、お気遣い。でもなんだろう、私が今まで乗ったことある関東の電車、まあ、自分が通学で使ってない電車合わせて多分10ぐらい、10か9ぐらい の、 そのいろんな線っていうか、どれも多分特急っていうか、なんだろう、なんていうの、その速いのと、まあ、確定みたいな、そういう表示じゃなくてもあるので多分大丈夫だと思います。ポッキーさん、おはようございます。通報されないけど。ポッキーさん、ありがとうございます。推薦コメントも。ありがとうございました。いつもありがとうございます。あ、たかりさん、ちなみに私何回通報した、通報してないんですよ。通報ミスですね。そう、どうだろう。結構名前を確認して、あっって 焦って、なんか誰も本当に通報はしてないんですけど、なんだろう、やるときともう焦っちゃって、なんだろう、もうその名前すら見なくて、やばい通報ミス仕掛けたってやるときがあるんで分かんないんですけど、まあ、多分たくさん来ていただいてるので、まあ、3回前後ぐらいじゃないですかね、まあ、未遂ですよ。としちゃん、これから東海北陸限定で歌チューブ、何じゃ、ちょっとすいません知らなくて書いておきますね。歌チューブ SKE クラデスペシャルです。早く名古屋来てね。ありがとうございます。早く行けるよね。ね、私も頑張りたいと思います。できる限りのことをやって、あぐさん、いいこと言うな、 ありがとうございます。ひろねさん、パンチライン放送中、10時56分に来てたから、どんぐらいの、今日はタイムラグがだいたい5分ぐらいですかね。ありがとうございます。ダースセンター、須田さんもすごいですよね。私そのなんだろうな、須田さんが本当にまだ、まあ、いわゆる端っこの時とか、私が中学校の時に見てたので、なんかその時からいろいろブログとか、握手のなんかレポとか見ててすごいなって思ってたんですけど、なんだろう、まさか、こんなにやっぱりなんだろうな、努力ってちゃんと見てくれる人は、特に SKE のファンの方、こうやって今2203人の方が見てくれるように、こうやってなんか結果に結びつけるような応援をしてくださるんだなと思って、なんかまだその時は SKE のことを受けるなんて思ってなかったんですけど、なんかすごい温かいファンの方だなと思ってました。あ、松井ジュリナズリップスさん、
Good morning, you Korean is cute. Oh, thank you very much. あれ、この方さっきの方と別の方ですね。あ、なんだろう。SK48 Night's Member Audition Entry Number 7 Nana, my name is Nana. Please give me comment and free gift start and hashtag あ、わかんないね。そうですよね。海外の方難しいですよね。なんだあれ。わかんない。Thank you. すみません。あと、なんだろう。My room follow me. Thank you very much. ごめんなさい。出川イングリッシュで。あ、アニョンって書いてあったんですね。タオさん、ありがとうございます。教えていただいて。アニョン。アニョン。韓国で。あの旅行行った時、ソウル行った時、あの覚えた言葉、おるまえよ、おるまえよ、いくらですか、 How much? おるまえよ。カムカムさん、あなちゃん、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ぜひ今日も朝昼晩やるので、今日この枠はそうですね、45分50分ぐらいまでなんですけど、ありがとうございます。来ていただいて、またお時間の時ちょこちょこ来てください。ユージンさん、おはようございます。おはようございます。今日はヒップホップっぽくもあり、男っぽくもあるファッションですね。ありがとうございます。どうだ、これ撮ったらあれなんですかね。まあでも、まあ、ギャップを見せれたかななんて思った自分ですごい都合のいいことを言ったんですけど、ただ自分がね、髪ボサボサでね、あのメイクもほぼすっぴんだからね、こうやっただけなのに、まあギャップ見せれたかなみたいな、 前向きな感じで。キノコ頭ちゃん、メイクはメイクでもほぼなんかリップつけて、なんか、ほぼ今日やってないので、これからメイクしますね。ノンコデミさん、都会は雪に弱いから、そうですね多分慣れてないと思います。多分はみんな、テストもね、本当は延期とかになればよかったのに、あんまり雪が降らないから、そのなんだろう、鉄道会社側とかも多分あんまり対応に慣れてないのかなとか思ったりしますね。まあ、もちろん皆さん本当にその駅員の方とか車掌さんとかも一生懸命やってくださってたんですけど、なかなか一人一人意識が多分足りてなかったのかなって思いましたね。多分そう、駅とかで入れなかったりしました、人が多すぎて。その改札の中に入る制限とかで、ずっともう駅の改札入るまでずっと こんなんで。ケンさん、おはようございます。おはようございます。ポキさん、通報されたら泣きます。いや、通報しないんですよ。でもどうなっちゃうんだろう、もししちゃったら。気をつけます、本当に、未遂で。のんこねみさん、椅子が見たことある。名前だけ知ってます。ちょっとでも、また詳しく調べますね。すみません。しみつむさん、ここのコメントが11時2分。お、タイムラグ、やっぱ4分、5分ぐらいですね。ミックさん、こんにちは、こそば。あ、こんにちは、こそば。わんこそば、私食べてみたいんですね。でも結構女性の方でもなんか100杯ぐらいとか食べられる方いますよね。なんか私はなんだろう、ほんと時と場合によって小食と、なんかよく食べるねってなんかどっちも言われるタイプで、だし、なんだろう、あと一食で食べる量は、なんかあんまり入らなくても結構回数が多かったりするタイプかもしれない。でもあんまりそれ良くないですよね。太りやすいから、そういう食べ方はできれば、1回でちゃんと量食べて、で夜夜食とか全く食べないで、寝る3時間前にはもう全く何も食べないとか、水だけとかがいいですよ。でも飲み物はそうですね、ジュースとか炭酸よりも私ミネラルウォーターが好きなので、まあ良かったですね。良かったですね、分かんない。でも本当に昔は私、なんかこれ自分で言うのもあれなんですけど、痩せてたんですけど、大学入ってから まあ顔に肉もつき、いろいろもう太って、やばいですね。やっぱ生活リズムが変わるとあれですね。ブルーローズさん、かっこいい曲とかわいい曲どっちがいい？どっちも好きなんですけど、なんだろう、でも自分がやるには、なんかウィンブルドンに連れてってとか、オカミのプライドとかは、なんか私がやるにはちょっとなんか痛いっていうか厳しいものがあるかなって思ってます。なんだろう、渚のチェリーとか、なんだろう、あと AKB で言ったら、あの君、なんだっけ、あのカップリングの君は表とは違うよねの、なんか君のカップリングビズかな、なんかちょっとタイトルあれなんですけど、
うん、それとかは、うん、私がやるにはちょっと可愛すぎるかなと思って、もっとなんか、うん、アイドルっぽい可愛い子がなんかやるべき曲かなって思ってるので、聴く分には好きなんですけど、なんだろう、聴く分と、なんだろう、自分がやってなんかピンとくる曲っていうんですかねとかはまた、うん、違ってくるのかなとか、女の子の第六感とか、うん、と思っちゃいます。あとジッパーとか、そうですね、でもやってみたいんですけどね、うん、でもやってみたいな、雨のピアニストとか、あとなんだろう、まあ、ダンスが難しいのであれですけど、思い出以上とか好きです。特になんだろう、最後のサビ、ラストサビ、落ちサビっていうのかな、あの掛け合いみたいになるとこあるじゃないですか、タタ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 タもまあ頑張りたいですね。与えられたことをまずしっかり一つ一つやりたいなって思ってます。こればっかりは、まあ、仕事はね、そうですね、自分で選んでやること、選んでやるというか、自分で自分にこれのやりたいって開拓するというか、言って、それで自分から行くのも大切だと思うんですけど、まず与えられたことを一つ一つしっかりこなせていけるような人になりたいなって思ってます。プーさん、マスクってめちゃくちゃ便利なアイテムですよね。いや本当ですよね。なんか風邪の予防とか、まあ、花粉症の方にとったら、そうですね、そういう春の時期とかには絶対使うと思うし、あとこうやって保湿とかにもなるじゃないですか。肌のためとか、あと喉のためにもいいし、あとそのさっきの外出の時に身に覚えになったりとか、あと結構そうですね、海外行くと私は夜ホテルとかだと絶対マスクしないとなダメなタイプなんですね。いろいろマスクすると安心するのもあるし、その保湿的にも乾燥的にも、あと飛行機乗る時とか、あと電車とかで寝るときに私ちょっとよだれ出るのが怖くてつけますね。だから本当にないとダメです。だから家にはそのキッズサイズのマスクがいっぱいあります。もう箱で買ってるので。あ、花咲さん、おはよう、おはようございます。いつもありがとうございます。コメントも初回のやつから更新してくださって嬉しかったです。今日もお願いします。コモリンさん、電車止まると辛いよね。そう、辛いですよね。うん、なかなか私はその車とかは、なんだろう、2年に1回とかしか乗ってないかもしれなくて、バスともあんまり使わないんですね、私の生活リズムだと。ほぼ電車でやってるので、あ、でもなんか都内は、なんだろうな、一つ一つの駅の間隔がまあ近かったり、あと一つの駅でも何個も線あったりするのであれですけどね。ポッキーさん、次の枠13時ってことで OK？ はい、 OK です、オッケーです。13時、そうですね、13時からまあ13時半ぐらいでって言ってきますね。すいません、ちょっと一応怖いので、皆さんちょっとその辺は多めに見ていただけたら嬉しいです。シミートマスター、ナナちゃん誰に似てるって言われる、このショールームをやって初めて言われたのが、あの STU の新谷ののかさん。でも私は全然恐れ多くて似てると思ってないんですけど、呼ばれたり、あと誰だっけ、おぎそさん。でも本当におぎそさんに申し訳ないですね。ちょっとあと今こんな格好なので、まさに申し訳ないですね。まあ、あと48グループだと、まあでもいろいろ言われるんですけど、まあどれもなんか似てないです。はい、申し訳ないですね、相手の方に。隣のバナナ、あれも可愛い気ですね。懐かしいですね。ともおみさん可愛いですよね。1分でも2分でも3分でもって、まあ、初期系が好きなので。プーさん、思い出以上踊ってもらいたいんや。あー、そうですね、ちょっと踊り難しいんで、いつかそうやって踊れるように頑張りたいと思います。ももさん、身長的にはブリブリアイドル系に合ってそうだけど、やっぱどうですかね、声質とか、あとキャラですね。自分がもうなりきればいいんですかね、ブリブリ系に。普段のキャラと違いすぎて、ちょっと自分ではあんまりあれかなって思ったんですけど、でも皆さんがそうやって言ってくださるからにはね、求められる姿を見せれたらいいなって思ってますね。自分で、なんだろう、限界とかあんま決めないで。ひろがりさん、またチューブ意外にマンゴー終わった。あ、あれですね、ゆなのさんですね。
ゆななさん、かわいい。なんか髪の毛長くても短くても可愛い。でも個人的にはちょっと長いの好きかなって思うけど、やっぱ短いのも似合うし、やっぱ顔面が最強みたいな感じですね。こまりんさん150前半やったらそれこそあやちゃんっぽく聞けそう。あ、柴田あやさん150前半でしたか。でもまだ151なんで大丈夫ですかね。柴田あやさんの目半分ぐらい欲しいですよね。本当にでかくてびっくりしました。バッチリですよね。福島204さん、しっかりしてるね。 ありがとうございます。スポーティージーさん、アンニョン、アンニョン。まだちょっと韓国のこと見てくださってるかな。じゃじゃん、ちょっと頑張りますね。え、チョヌン、エントリー、SK48 ナインスメンバーオーディション、エントリーナンバー7なチョヌン7位입니다。よろぶんなるる、うんぼねちゅせよ、チョンマルサラヘヨ。どうでしょうか。ちょっとすいません、お恥ずかしいですね。ブルーさん、ななちゃんのクロスが見てみて。あ、クロスもいいですね。とりあえずでもどうだろう、ああいうのでも自分で曲選べないんですよね。まあ、でき、なんだろう、与えられた曲でもしなんか好きな曲ができたらなお嬉しいって感じですね。でもなんかどんな曲でも、気が知らなかった曲とかでもやってみたいなと思います。で、結構劇場の歌だったら、なんだろう、そのユニット曲じゃなくったら、僕らの壁とか、恋を語る詩人になれなくてとか、チャイマラブソングとか好きです。ポッキーさん、ちなみに夜は何時ですか？ツイートしてください。ありがとうございます。そうですね、夜は、だいたい、今日は1時からその夕方の配信が5時ぐらいかなと思ってますね。そうですね、2、3、4、5、そうですね、5時ぐらいまでで、で次が6時半か、まあ、7時から9時までですかね、やろうと思ってます。6時、夜は6時半か7時ぐらいから9時までです。よろしければ皆さん拡散お願いします。いろいろご協力いただけましたらありがとうございます。もうそれまでにね、ちょっと髪もちゃんとやって、あのメイクもするんでお願いします。ちゃんと顔作っていくんで。あくつさん、AKB は笠井友美さんと、あ、やっぱそうなんですね。めっちゃ可愛かったですよね。ちゆうさん。あなた今日で友美よしほらちいよ。ちゆうちゆうちゆう。たさん、リズム感良さそう。そうですか。あ、でも一応、うん、どうだろう。音楽は成績4とか5とかでした。わかんないけど。でも歌とかっていうよりは、なんだ、試験筆記もあったので、まあ、どこを評価してもらったか、やる気とかわかんないんですけど、あとなんだろう、まあ、ピアノ一応6年間やってたので、まあ、ある程度はあれかもしれないです。でもそうですね、歌とかダンスはプロの方のレッスンを受けたことがないので、うん、そんな自信持っているほどではないんですけど。ちょっと色ついたかな。顔面が最強。あれ、誰の話だったっけ、忘れちゃった。杉一里さん、須田あかりさんの印象は。須田さんは本当に、何だろう、私が中学生の頃、そのすごいメンバーってことで、なんか噂を聞いてブログとか見出して、で、握手会のレポートとかいろいろ見てたら、本当にすごい人だなと思ってて、当時は多分まだ AKB の選抜とかにも入ってなかったし、何だろうな、その SK の曲でも多分あんまり言ったらそういう前のポジションでもなかったし、劇場公演でも本当に後ろの端っこの方で、なんでだろうって私勝手に思ってたくらいだったんですよ。こんなになんかすごい方なのにと思って、そしたら気づいたら今はね、もう SKE を代表するような方になってて、まあやっぱ、うん、やっぱ頑張ってれば時間はかかってでも、なんか見てくれてる人がいるんだなと思いましたし、それをなんかやり続ける勇気というか、うん、すごいなと思います。最近はソロでもよく見るし、だから須田さんは、何だろう、もちろんアイドルとしてでもそうですけど、なんか一人の人間としてもすごいなって思います。あとなんか結構女子校育ち、中高女子校で、大学も女子大に通われてた、名古屋の、だからなんか中高女子校ってところが一緒だったので、なんか親近感というか湧きました。はい、
AKB 総選挙に投票したことある？あ、投票はないです。投票はないんですけど、一回なんかしようかなって思った時があんまりなんかシステムが分からなくて、当時中学生で、だからしたことはないです。としちゃん、歓迎さん、歌チューブ終わりました。遠くにいてもよかった。遠くにいても、あれ多分聞いたことあると思うんですけど、今パッと歌詞が思い浮かばなくて、ちょっともう一回あの勉強しておきますね。すみません。みつかさん、深井願いさん、どう欲しいですか？どうぞ。あれ、8期生の方ですよね。どういうことだ、欲しいですか？でも一応メモしておきます。ポッキーさん、OK、あ、よろしくお願いします。皆さんもそのポッキーさんのツイートリツイートしてくださいね。もう今全員いるかわからないけど、累計で3053人の方がいるんで、まあ 10リツイートはしてもいいんじゃないですかねとか言って皆さんもお願いしますね。皆さんお互いのその拡散のこの通報の7とこれですね、ラッキーセブンとこの7でツイートしてるの、皆さんお互いリツイートし合ってあのお気に入りし合ってくださいね。お願いしますね。高いね。ちょっとドアラからもお願いしますね。本当に。はい、ということで。あこちゃん、夜は会社の忘年会で見る。あ、全然気にしないでください。優先してくださいね、皆さんの日常を。また明日も朝やるので来てください。どうしよう、明日もまたこんな感じになっちゃうかも。あ、でも明日はどう。ちょっとね、明日はもしかしたら夜はやるんですけど、朝夜か昼夜かちょっと相談中なので、またそれ今日の夜に報告します。そして予定管理もやっておきます。ブルーローさん、バッチリメイク楽しみにしてます。ありがとうございます。いつものメイクちょっと濃いですか？昨日とかのどうですかね。私的には、例えばなんか学校行くときはすっぴんで行ったりするし、友達と普通に会うぐらいはぐらいのメイクなんですよ。でもっと旅行とか、なんだろうな、夢の国とか、なんかイベントごとみたいな気合い入れるときはもっとバッチリするんですね。なんかどれぐらい、なんかちょっと濃すぎてもなんかケバク見えるのかなって思ったり、薄すぎてもなんかちょっと耐えられない顔面かなみたいな思ってなんか、いまいちどれぐらいがいいのか分かってないんですけど、昨日はそうですね、アイメイクはしてたんですけど、ビューラーでまつげを上げて、なんかなんだろう、マスカラの下地だけで固定、そのビューラーのまつげ上げたのを固定しただけの状態だったんですね。だからマスカラ塗ってなくて、でもマスカラも塗っても、なんかケバくないかなとか、なんかいろいろ考えちゃって、なんかどうなんだろうと思って、ちょっと自分の中で試行錯誤中ですね。やばい、また通報しそうになっちゃった。岡田奈々さん、また後で見る。あ、お願いします。待ってます。奈々ですポキさん、唐突に拡散されるの笑。いや、皆さんしてくださいよみつくんさん、二十歳多いね、受かってほしい。そうですね、特に私二十歳の中でも早生まれの二十歳で、同級生はほぼもうみんな21歳なんですよ。なんで本当にギリギリなので、私よろしければ皆さんもこちらですね、ルームフォロー、そして推薦コメントも待ってます。絶対スクショするので覚えたいので、あとお越し様よろしければ、今もね、たくさんのんこの夢さんが今ちょうど青いのいっぱい投げてくださってますね、リアタイムで。ちょうど、あ、次はグリーンで、ありがとうございます。あ、パープル、紫でレッドですね、次は次俺よ、栄えながらで、ね、ちょっと投げづらかったかもしれない、すいません。そうやってくださったらもし嬉しいです。あとハッシュタグをつけての拡散ですね、まさに言ってる通りなんですけど、この上の通報の7とラッキーセブンの7お願いします。ちょっと通報の7らしく、ちょっとこれでちょっと一回写真撮ってみる。ちょっとスクショしてもらってもいいですか？あ、でもメイクかな、こんなメイクだからちょっと拡散されるの恥ずかしいな。じゃあこれちょっと不審者風にやりますね、これ通報の7 通報の7でこれを持って、これ斉藤真希子さんとお揃いの服ってことをお願いしますね、皆さんスクショお願いします。
5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。あ、サングラスちょっと今手元にないですね。あっちにはあるんですけど、どうなんだろう。なんか結構皆さんウインクなんか褒めていただけて、ウインクなんかいい感じっていただけるので、ウインクしようかなと思ってます。どうかな。じゃあこっちで持てばいいかな。でもこんな顔が拡散されるのはちょっと怖いんですけど、いや皆さんがいつも褒めてくださるウインクでちょっと通報される側のナナの格好でやれますわ。あ、マスク、あー、まあまあ、今手元にないよ。いや、これでマスクみたいにしますわ。あ、でも顔が高かった。はい、どうでしょうか。またね、まあ今日は昼も夜もあるんでね、またスクショとね、もし写真がまだ撮れてないみたいな方があればやるんでお願いします。言ってください。おもさん、芸推しの目を気にしてなかなかハッシュタグもリツもみんな控えめ。あー、なるほど、そういうこともあるんですね。結構メンバーの皆さんチェックされてるんです。まあ、そこは何とも言えないですね。皆さんちょっと、勇気を出してじゃないけど、もしね、なんだろうな、そう、なんか控えめを超えるぐらい私が応援されるように頑張ります。ブルルさん、ハロウィンでコスプレした、ですね、なんかいわゆる渋谷ハロウィンとかそういうなんていうの、あんまパリピの行事はあんまやってないんで、まあ、ここそのハロウィンが盛り上がってる数年はですねやったことないんですけど、まあ、高校時代にあのプリクラであの服借りれて、あの着たりとかは何回かしたことあるぐらいで、でもそんななんかがっつりそういうメイクとかはしたことないですね。血のりとか持ってないです。まあ、一応でも一回その友人の間でハロウィンパーティー、そのパリピのイベントじゃなくて女友達で数人でなんかやるかもってことで赤ずきんちゃんのコスプレを持ってるんですけど、一回も着れてないんで、もしメンバーになれたらそれ使いたいなって思ってます。一回も着れてなくてもったいないので。あ、みのりさん、おはようございます。来てくれてありがとうございます。みつくんさん、なんだろう、ちょっとあのハングルまた読めないので誰か教えてください。のむのむさらえへよちんちゃかもさはむんじだ。これですね、SK48 Nice Member Audition、エントリーナンバー7、저는나나입니다。여러분나를응원해주세요。정말사랑해요。本当にこんなことしか喋れなくて、あと、저는좋아타르기、저는좋아타르기。みつくん、スクショしようと思ったお父さんが、あ、あるあるですね。サラヘヨだよ、あ、ありがとうございます。サラヘヨ、飲む飲む、サラヘヨありがとうございます。サラヘヨ、いや、すいません、なんかほぼすっぴんだからやばいな、今日。また昼夜であの顔面と髪型ちゃんとやってくるんで、その辺もね、変化を楽しみながら見ていただけたらと思います。あ、やばい、また通報してしまう。しみともさん、推しに見られようが俺を堂々やるけど、あー嬉しい、ありがとうございます。でもね、皆さん、まあ、一人一人ね事情があると思うので、そんな無理強いはしないので、できる範囲の応援でお願いします。はい、平和でね行きたいので。あ、はい、待って、なんかいろんな方がスペシャルギフトこれくださってる。なんか、いやー、わー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 、こまりんずさん、花束2つありがとうございます。あ、バラもありがとうございます。ダルマもありがとうございます。ポッキーさんもアイス2つありがとうございます。ノンコネミさん、これはなんだ、小判でいいのかな、合ってるかな。千万両10個もありがとうございます。ポッキーさん、あ、またあなた、バタともありがとうございます。皆さんもね、私なんかただの一般人、まだね一般の大学生なのに、こんな課金までしていただいてありがとうございます。頑張ります、本当に。皆さんね、もう3524人もの方が見てください。本当になんか、そうですね、恩返しできるように頑張ります。ちょっとなんか、なんかできないかなと思ってるんですけど、あ、じゃあちょっと私にできることってこれぐらいかな。ちょっと名前書いてきますね。
よいしょ。ラッキーセブンの、また最後にこれ見せますね。ちょっと今途中段階ですけど、こういう感じでちょっと何もできないんですけど、感謝の気持ちを込めて一箱ずつ、こうもしスペシャルギフトをくださった方にこうやって やっていきたいと思います。皆さん朝早起きですね。私大学生になってから本当土日全然起きれなくて、今日も久しぶりにこんな気合い入れて起きたんですけど、この二次審査の時は3時間しか寝ないで新幹線飛び乗ってやりましたね。昨日なんかタイ人の方が来てくださって、なんかコップンカーとかサワディーカーしか言えなかった。こうやってコップンカーサワディーカーしかできなかったんですけど、ほぼ片言の英語で、その方もまた、あでも時差があるか、もし来てくださったらちょっとタイ語もうまくできたらいいなって思うんですけど、ちょっとね、日本語も英語も韓国語も中国語もタイ語も全部なんか微妙なんですけど、頑張りたいと思いますね。父さんバイト忙しい。まあ、そうですね、なんかここ最近はちょっと一回なんだろうな、いやここ最近は全然入ってないのであれなんですけど、特に去年とか一昨年はめっちゃ忙しかったですね。土日はだからほぼ、朝から入ってる時もあったり、まあでも基本昼の3時から夜の11時までとか働いてましたね。あ、こまりんさん、タレでなんのちゃんのこと教えてきて。そうですね、今日握手会だからですよね。どうでした、どうでしたかね。こまりんさんが握手会行ってるで、私これ書いたんですけど、この聞くださったんで、どうでしたかね。でもとりあえず私の大学生は、そうですね、大学生方はバイトと旅行って感じでした。おまさん、社会人になると休みの日も平日と同じ時間に目覚めるようになっちゃう。あーでもどうだろう、いいのかな。でもその方が健康的でいいですよね。そういう土日、もちろん土日休みじゃない方もいると思うんですけど、まあ大学生が終わったらね、ちょっとどうだろう、まあ、もしメンバーになれたら、まあ、もちろん握手会とかお仕事の日はちゃんと起きなきゃいけないし、まあ、もし残念な結果になってもちゃんと起きれるような人にならないといけないなって思ってます、はい。ちょっと寝起きがあんまり良くないので、ちょっと今日も起きたらちょっと一回まずリビングにあるこたつに入って、そこからご飯食べます。こまりさん、何番の子、7番の子分かったって、嬉しい。なんか今そのプロフィール変えられないんですよ、このオーディションは。なのでなんだ、プロフィールで何々さんでとか、なんか相田さんがとかで書けないので、そう、でも皆さんが多分推薦コメントに何人かその相田さんの名前とか書いてくださってるので、なんかそこを本人の方にもし見ていただけたらなと思いますね、はい。でもやばい、今日こんな姿を本人の方に見られたらあれなんで、ちゃんとメイクします。しみてもさん、大学生終わると曜日感覚なくなる。あ、そういうもんなんです。なんだろう、皆さんやっぱ土日休みの答えでも多いのかな。どうなん、でもやっぱり毎日起きなきゃあれですよね。私のおじいちゃんすごいですよ。もう夜8時とか9時には眠くなって、朝4時とかに起きてます、5時とか。で、私のおじいちゃんが結構何でもやで、もう老後、定年終わってから庭で農業始めたり、あと何だろう、その自分の庭っていうよりを道路の向こうですかねに、田んぼとか畑があるので、そこでいろいろやってましたね。あと何かガーデニングとかをやってたり、いろいろやってるのですごいんですよね、活動的で。いまだにそのトラクターを動かしたり、そう、今まで農業でね、農業も今も何だろうな、仕事でやってないんですけど、全部私たちの家とか、そのみんなに配るようで無農薬でやってて、あとなんだろう、リンゴの木やったり、イチゴとかも作ったり、スイカも作ったり、かぼちゃ作ったり、ナス、トマト、ネギとか、なんか結構それ届けてくれて食べてます。あ、わー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 。だからお米もそうですね、いつもそのおじいちゃんのところ
の米を食べてます。本間さん大学時代は徹夜麻雀して学校で寝てた。麻雀私やったことないんですよね。でも結構なんか大学生でから始める人多いですよね。結構授業は寝ててもあんま分かんないですよね。少人数じゃなかったら先生もあんま気にしてないなって感じします。こまりさん話した時にめっちゃ握力上がったけどね、かっこサリナの釣り技術というと言い方悪く、あ、なるほど。皆さんそういういろいろテクニックあるんですね。握手でキュッて、でもなんかこうやってこうやってなるってことは強くなったっていいことってことですよね。あ、よかった。ゆみとさん初見です。マキー明日矢後編、あ、矢口さんのですね。知ってます知ってます。初見の、あ、じゃあ待って自己紹介しますね。見えるかな。ちょっと今ちょっと寝起きで髪の毛もボサボサでほぼ顔もすっぴんであれなんですけど、ちょっと昼夜とか仕上げてくるんで、また変化を楽しみに見ていただけたら嬉しいです。エントリーナンバー7番の7です。神奈川県出身で父が、愛知県の豊橋市出身です。松井玲奈さんと一緒です。身長151センチで、20歳の大学3年生です。あと数ヶ月後で、21歳になってしまう大学3年生です。お願いします。よろしければこちらですね、ルームのフォローと、この今初見ですってコメントくださったと思うんですけど、もしよければ推薦コメントもよろしくお願いします。推薦コメントは唯一今 SNS を見れてないので、私のスマホから確認できるのでスクショして覚えたいなって思ってるので、まあ、手間暇かかっちゃうんですけど、よろしければお願いします。あとお星様ですね、よろしければ投げてもらえたら嬉しいです。あと4番目のこのハッシュタグをつけての拡散ってことなんですけど、私のスマホから見れないんですけど家族のスマホから見るので、よろしければ拡散お願いします。で、そのこの上のですね、通報の7と、通報7っていうのは、まあ私がショールーム慣れてなくて初回の時にほとんどのコメントをタップして通報しそうになってしまう通報未遂から来てる、ハッシュタグです。それとこれですね、ラッキーセブンの7、よろしければどちらかか両方かで拡散していただけたら嬉しいです。皆さんもね、もしつぶやかない人もこれかね、この上のやつを検索して皆さんでお気に入りしたりリツイートし合ってくださいね。お願いします。あと7番っていうのちゃんと入れてください。ブルロさん今日愛知の駅伝があってのメダカの心、そうなんですね。あ、駅伝、愛知でも駅伝あるんですね。私箱根駅伝1回見たことあります。ちっちゃい頃から箱根駅伝よく見てて、よく大学受験とか意識する前、小学校とか中学校の初めぐらいはなんか大学の名前は駅伝、箱根駅伝に出てる大学は分かるみたいな感じでした。なんだろう、欲しい大丈夫なコメントだったらちょっと伏せて教えてもらいたい。なんだろう、ちょっと大丈夫じゃなかったらスルーしちゃうかもしれないんですけど。これこそ通報の7ですね。ママさん有名人にばったり遭遇したことある？あります。なんだろう、ばったりっていうとバイト先で結構何人か、お笑い芸人さんとか多いですかね。あと女優の方も一人ぐらいか。今あまり名前出すとあれかもしれないんであれですけど、まあお笑い芸人の方は多分 1,2,3,4,5 人ぐらいバイト先で、バイト2年半とかのうちに来ましたね。はい。あとなんだろう、あと逆に番組の観覧っていうか、その観覧をするバイトとかもやったことあるので、その時はまあもちろんお会いしますよねって感じです。あ、おばあちゃんがいます。トシちゃん、感激さん、家で三河弁話しますか？そうだらとかいうのかな。おばあちゃんとおじいちゃんはいますね。そうだらとか、あとなんかダメっていうのもなんかあかんとか、一応言葉はなんとなく理解できるけど、わからない、ってなる時もあったりとか、あとなんだろう、私は聞いても映ったりはしないですね。でもなんとなくニュアンスでって感じですね、同じ日本語なので。
のんやんさん市町村対抗で駅伝するんで、ね、あそうなんですね対抗、あじゃあ愛知県出身の乃木坂のメンバーさんなんですかね。私は最後に長距離走ったのはあの大学、あ大学じゃない中学校3年生で、そのなんだろうな走る系のカリキュラムが終わってしまったので、その時の長距離だと 800m 走ですね。それが最後でした。ホイルお兄さんさん、ネズミパーカーです。確かにネズミパーカー、これ斉藤真希子さんと同じなんですよ。私の方がでも2日前ぐらい早かったので、別にパクったとかではないんですけど、一応わかるかな、多分真希子さんのインスタとか見れば同じ服あると思うんですけど、ちょっとこれ被ってるからあれですね、ネズミパーカーですね。これのね袖が多分特徴的なのでわかると思います。ちょっと限定のデザインなんですよ。これは色がこのカーキと薄いピンクとあと黒があったんですけど、私はどうしようかなと思って、まあ、ピンクだと可愛すぎるから、まあ、黒だとあれ持ってる色々被るしと思ってカーキにしてみたら、まさかの一緒ってことでちょっと運命感じちゃいましたね。まだオーディションを受ける前だったのであれなんですけど、ブルーローズさん、バイトの経験が好きでか、いけどいいね。そうですね、なんかこのオーディションを受けるまではなんだろうな、バイトをいろんなバイトしてるのは別に大学生にとったら別にそんな珍しいことじゃないしって思ってたんですけど、まあそうですね、今思うと こういうたくさんバイトしてる候補生ってあんまりいないのかなって思うので、まあ、そこでの経験とか、まあ、エピソードとかも、まあ、もっとメンバーになれたら話せることも増えると思うので、そうですね、強みにできたらいいなと思います。まあ、無駄なことは何もないと思うのでできたらいいなと思います。そうですね、なんとかフラペチーノとかのバリスタのバイトや、まあ、そのさっきの販売のバイト、駅中での販売のバイトや、もっとなんだろう、そのまさにフォーティートグループの握手会の単発バイトとか、あと宝くじのあの新橋駅でのアナウンスとかまあいろいろやったので、あとその番組観覧のバイトとかあとなんだろう、結構なんか1日だけとかのも多いんですよね。いろいろやりました。しみともさん、方言でたまに外国語のように聞こえる。あ、確かに。なんか東北の方でしたっけ、が青森の方でしたっけ、なんか一文字でなんかすごいなんか ねだっけ、なんかまだかなんかで会話できるみたいなイントネーションで、だからすごいなと思いました。私絶対わからないと思ってあと関西に行った時、大阪と滋賀と京都とか関西の方にその旅行で行った時はやっぱり関西弁、あこれが本場のって思いましたね。なんか USJ にその時、あ言っていいのかな、んースタジオに初めてその時行ったんですけど、なんか夢の国とは比じゃないぐらい、ちょっとジェットコースターとか特に怖いのは怖くて、ちょっと私はそこまで得意じゃないのであれでしたね。めっちゃ怖かった。なんか逆さまで行くジェットコースターがどっちも乗ったんですけど、前と後ろ、前も怖いけど後ろも怖いみたいな、あのあれです、音楽をその5個ぐらいから選択できて、あのこれで聴きながらやるんですけど、逆に音楽なかったら本当に怖かったです。あの音楽はあのあでもこれダメだ、フォーティエイトグループじゃないので歌っちゃダメなんですけど、また話せたらいいなって思います。杉一里さん、SK は熱星熱血かな、熱血グループなの知ってますか、 AKB を見れば分かる。あ、知ってます知ってます、多分体育会系ですよね。分かってますとか、まあ、そこでどうだ、やれる自信とかはまあ正直入ってみないと分からないんですけど、うん、まあ、でもその置かれた環境で一生懸命やりたいなと思ってるので、はい、まずここが通ればって話なんですけどって思ってます。のんこのゆめさん、年齢が高くて入ってくるメンバー少ないからバイトとかしていたメンバー少ないと思う。あ、そうなんですね。もしなんかこんな経験でよければいくらでも話せますし、なんだろう、皆さんに楽しんで、なんだろうな、もらえたら、まあ、それが一番ですね。まあどうしても今ちょっと話せることをかけられちゃうんですけど、ちょっと変わるかなとか。おまさん、確かに関西行くと駅着いた時聞こえる言葉でビビ。そうなんです。あとあれじゃないですか、本当にありきたりなんですけど、エスカレーター右左とかもなんか全然慣れなくって、で最終日ぐらいにやっと慣れるみたいな、 そんな頃に戻っちゃってまたこっちでやらかすみたいな
あるあるですね。結構海外行った時とかもやっと最終日付近になってあっちの文化とかに慣れてくるのに戻ってまたそっちが日本出た時に出ちゃうみたいな、あの謝る時とかもちょっとぶつかって最初はなんだろう、あっちの国でごあすいませんとか言っちゃってあ通じるわけないみたいになるんですけど、日本に帰ってきた時にその癖であのぶつかったら空港とかであの日本人の人に対してあソーリーとか言っちゃって全然英語話せないのになんか本当に恥ずかしいあの日本人になっちゃいましたね。もう不意にソーリーとか旅行から帰ってきたばっかはあるあるですね。コマリンさん、インテックス大阪かっこ今日の握手会会場 Wi-Fi 飛んでる。なんか日本ってあんまり Wi-Fi あるとこ少ないじゃないですか。なんかあと Wi-Fi 弱かったりカフェとかも、だからすごいいいですね。やった、じゃ見てもらえるかなその握手会の人にも。マキコさんと同じ服ですってアピール今日はもうずっとこれでやろうと思ってるんで、まあ、一応フードを外してね、髪もちゃんと結んでやろうと思ってるんですけども。コマリンズさん、僕とかバリバリ関西弁合ってるかな、インターネット。僕とかバリバリ関西弁やから、ナナちゃんびっくりさてさせてしもう、合ってるかな、待って、ナナちゃんびっくりさせてしもてるかな、合ってるかな、合ってるかな。でも関西の人すごい、なんか私大阪結構合うなって思ったんですよ。1回しか行けなかったんですけど、だからなんかその去年ですね、去年大阪行った時になんか将来的にまあ東京での、まあ、その時はまだ全然その SK に行けると思ってなかったので、あの東京での就職か、あと大阪でも就職結構ありだなって思っちゃったんですよ。なんか人柄とかなんか街の感じが結構なんか、うん、アットホームな感じでなんか合ってるなって思ったので、結構大阪での就職もちょっとその去年は視野に入れたりしてましたね。まあでも全然今あのリクルートスーツ試着持ってないんでまだ何も夏もインターンに何も行ってないんで、あの本当このオーディションしかやってないので全然 動けてないんですけど、まあ、去年はそうですね、このオーディションとかがまだ考える前、そんな風に思うぐらい私は大阪結構合ってるなって思ってました、自分で勝手なんですけど。マリさん、標準語読みで大丈夫、大阪は雰囲気明るいだけが取り柄皆さん優しくて嬉しかったですね。そろそろ46分なので、そうですね、締めの作業に入っていって1時からの午後の部に移っていきたいかなと思っております。ちょっと待ってくださいね。あ、プさん、そろそろバイトなので失礼します。またね、あ、またぜひ時間があるときにお願いします。ちょうど終わるので。で先によいしょ、ちょっとなんか上見ながら書いたから字汚いけど、このスペシャルギフトくださった、のんこのゆめさん、そしてこまりんずさん、ポッキーさん、ちょっと今回からあれですね、あー配信予定時間も紙に貼っておくと便利、なるほど、ちょっとこれですね。本当に皆さんありがとうございました。なんか可愛いとか書けなくてごめんなさい。ちょっとこれぐらいしか今の私できることないんですけど、もしメンバーになれたらいろいろね恩返しできたらなと思ってるんですけど、本当にありがとうございました。じゃあ13位から読んできますね。本当に朝早くから皆さんありがとうございます。あーやばい、また通報して4501、もう本当にありがとうございます。次は皆さん1時ですよ。じゃあ読んできますね。じゃ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 ーん、あ、間違え、やばい、またまたまた、ライブの方ですよね。13位から読んできます。13位ゆうさん、ありがとうございます。12位あくつさん、ありがとうございます。11位大間さん、ありがとうございます。10位さん、あ、多分あれかな、初めてかな、お名前呼ぶの、おちてんさん、ありがとうございます。9位山市さん、ありがとうございます。山市さん多分あれですよね、推薦コメントであんまりコメント書くの得意じゃないんですけどずっと見てますって、ありがとうございます。全然あのコメントを書いてくださいって言ってますけど無理しないでくださいね皆さん。
本当に嬉しいので見てくれて、こうやってポイントであのお星様投げてくださるだけでも本当に一人一人の何だろう自分の応援方法で全然大丈夫なんで無理強いしてないので本当にありがとうございます。推薦コメントも8位杉一里さんありがとうございます。7位ブルーローズさんありがとうございます。6位ポッキーさんありがとうございます。5位しみともさんありがとうございます。4位くんたさん、あ、倒れちゃった、ありがとうございます。3位のんこのゆめさんありがとうございます。2位グルッパさんありがとうございます。1位やっさんありがとうございます。本当に皆さんね朝早くからありがとうございました。貴重な時間でこまりさん13時からならサリナも昼休みでしワンちゃんこれも無責任です。あーでも絶対もう整えなきゃですね。無責任でも大丈夫です。もし来れても来れなくてもアフさん楽しみすぎて7時目が止めてありがとうございます。それなのにね10時とか10時半とか言っときながらなんか一回放送事故みたいになっちゃって、毎回合格するの20人前後だから奈々ちゃん受かって頑張ります、頑張ります、頑張ります。ありがとうございます。こちらこそ皆さん、じゃあまた本当にありがとうございました。1時ぐらいからやるのでぜひね来てください。それでは最後になんか写真とかやと、あ、でもまた次の1時間の時またちょっとスクショのやつやれますね。ちょっと整えてから、皆さんできたら推薦コメントと、このハッシュタグとこれの、拡散と、それに対してのリツイートと あれですね、お気に入りとかお願いしますね。では皆さん本当にありがとうございました。最後は皆さん褒めてくださるウィンクで、はい、ということで切らさせていただきます。